スター人命辞典さあ我らの大先輩、はいける伝説今栗吉匠でございますがいやいやその芸人人生の中で忘れることができない芸人や業界関係者の中から毎週一人をご紹介して番組オリジナルのスター人命辞典に登録しようというコーナーです。はい、さあ 今日のスターは誰でしょうか。今日はね、あのー、長いお付き合いさせていただきます、まあ。先週はいろいろと候補の、ね、はい、名前が出ておりましたが。誰が選ばれたんでしょうか。えあのー、さんまちゃん。赤かしやさんまさん。出ましたかしやさんまさん。長い付き合いになりましたね。最近なんか、あのー、ちょこちょこ会うようになってね。はい。で、まあ、あの、私とさんまちゃん、は同期がいるんですけどね。 さんまちゃん同期ですか。姉さん同期でっか同期やん。何言ってんの。ほぼ同。ほんまですか。ほんまですか。黒吉匠のが先輩じゃないんですか。いや、そんなは極端に変からへんと思うねんね。って言うと。年齢と芸歴とまたあれですもんね。これ、さんまちゃん最近40年ゆうたりやん。はいはいはい。ほぼ一緒やん。ほぼ一緒。あ、そうか。やまでかいな。 であの「雨上がりは?」って同期や画にしなはれと一つのネタやんいやっぱりね花月の楽屋やね出番の時ね私の師匠がさんまちゃんの父はほ松之助師匠やんか松之助師匠に弟子入りしゃってずっと勉強したかったわけでその松之助師匠と洋介期待がね出んのが 出番が一緒の時は必ず師匠の出番が同じ日ね、はい、おのずと弟子もそ,うですわそこにいますからほんでさんまちゃんが師匠の舞台を見たはるわけねほで,、うん、あのでそこへまあ出番まあそうん、まあですね2分前ぐらいになったら夫の師匠が来はりますほでも終わらはります師匠がね「うんうん、お酒でございました」あ「ご苦労さんでございます」とか言うわね、うん、でその時のご挨拶が最初やったね そこで初対面だからほんまにほかほかの時はね弟子入りしてちゃんと師匠に修行をさしてだいてほんで終わらったらこの人すごいなと思ったらね学へ帰りますやんね私は迎えほらねちょうどね必ずね松之助師匠のね汗を拭きはね背中をそうさせてね。 とね、全部きちすべて袴も,もきちもう空折り目正しかった<ー>畳み方がねでそこでちゃんと終わらはったぐらいに私ともし<ー>もお師匠は来はるお酒でございましたご苦労さんでございますとご挨拶があってっはいそれ無駄口なしえなペ,ペラ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 想像つかえへん、まあ、しゃあんまり弟子子がほら師匠の部屋でば、はい、まずないやんきっちり弟子としての責務、はいまあ、職務を全うしていたという。 ほんでお風呂敷でピュッと結んで、うん、ほんであの師匠が「ちょっと行くで」って言わったら、うん、後ろからパーッとついていかはるほんまの家の師匠と弟子ていっはい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 わきまえた関係でほん、はい、で、まあ、そういうのが続いていって、うんうん、そうやねあの、どこらへんからもっとこううん、喋るようになったいうのはね、はいで 一緒にしそれとまだ駆け出しの頃やね余興って営業ねありますはね3人で営業っていうのがあってねタクシーの中で後ろ3人座ってんのよねで前はージャー一人座だと言ってまあいろいろその「姉さん」って言わはって「はい姉さん今貯金何本ぐらいしてまんの貯金ちょっと待って」意外な質問やわそれ。 言うとくけどね何かとほら貯金があるぐらい働いてへんやん仕事はないのとせけど女性の場合は何かとメイク代替いったりねほら上から下まで何かがいるやんほんパンストが破れたりするやんそ破れるという感覚ないんやもん男の人には何でそこにお金いんのっていう感覚やん何かといるげえ言うちょっとぐらいありましょにしてすねそうなの聞くけど。 ちゃんちゃんと貯金してんのまた駆け出しの頃よ僕10万へへどやさちょっとどやさどやさどやさ当時の若手からしたらあんたどやさやんもうそん時からきちっとしてんなあの着物の畳み方あね実はきっちりしてるんです今はほらもうファイフふイファイっていう感じ基本はきっちりやさいねはあそうかえらいな えらいな、ものすごく感心した。いイメージ変わりますね。うん。ものすご心した。ひょっとしたら営業妨害じゃないかっていうぐらいイメージ変わります。いや、聞くとよう、働いてたらしいわね。あっちの営業行ったり、こっちの営業したり。うん。で、いろいろと共演をしていくわけです。そうですね。思い出深い共演って。でね、彼が入ってきた時は、ものす新鮮に見えたて、新しい。はもう、そうした、あの、無駄口も戦えへんしね。うん。無駄口戦えへんって考えられへん。ね。全然もう、神な顔してるし。で、また。 あ,あいなの爽やか青年はね、うん、珍しかったん当時。はいはいはい。だから女性の人があか感じでウットショもね。だアイドルになるんですよね。あの子可愛い,いわねって言わはって。うんなんか折り目正しくて可愛くて。で見る前に仕事増えていくわね。ああやっぱ自然と。ね骨私はもうでなまな,なんか漫才ブームが来ても、はい、なんか忙しいお互いがなんとなく忙しいなって。はいはい、それけどまだサンマちゃんの方がまだもうサンマブームもまだ来てへんかった。はい,はい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 。ね で漫才ブームやさかい漫才の門がばーっとすぐであの漫才番組ムバッと作ったらね必ずちゃんが出出たかったはいおまけ風っていうたらあれだけどみたいな感じねピンで一人でうそれのしとくもう一つねトンネルスクんやねほおその大波にねちょっとふやあパッと出して持ったりはい二三分のね見たいけどああすごいなっていそれもわからんぐらいやってでちょうどその頃ね だんだんだんさまじょがさと来たあれが聞こえてくるね、うんあっ来たな来たない,汚い、うん、で漫才部も言うてもだんだんこうし、うん、落ち着いてくるやんちょうどその頃にね、あのー レギュラーが来たいの。はい。目方でドン言うの。目方でドン。ほらあのカップルとか親子とかで目方測ってあので私らが案内してサポートしてでそのまあ六十キロやったら六十五キロまでは上下ねまだまあお負けしましょうやね。はい。そこまでうまいこと乗ったら商品を全部あげました。ああ。商品と賞金を差し上げますやね。もう皆さん真剣やですさ。うでその一時間番組なね一時間番組日本撮りやね。日本撮り。 もうその頃はお互いがよう仕事してたか、らね、そのその後楽園ホールやね、場所はね。いや、味方でそんな、あ、あ、あ、素人の方と一緒にやって、で、私はフォローする、ね、さんちゃん、さんまちもフォローする。だけど、三人ね、もうともかく眠たかって。もう、ほん、うまい。うん、ほんで、あの、あの、あの、段取りもこうして、ああして、ちゃんと説明したんです、作家の方がら、もうほとんど寝てるね。 10分後に本番です !10 分半分かりました。すげえなでオープニングは3人が勝手に作るネタをつかみのネタをこれで N ちゃうかなっていう感じ仕事終わった感じ仕事終わった感じで姉さんと私が僕がこうやって姉さんいくつ姉さんこっちが来て3人でパッとそのあと決めんねん。えそんな感じですか。で仕事終わったいう感じのトカちゃんこっからが本番ですもんね。 素人の方がーっと回って商品選びするやんそのとこから付き合わなあかんねんそれちょっと重いのちゃいまかとかそれちょっと軽いのちゃいまかバイスしな盛り上げ役何にも言わない二人言ってめっちゃ疲れてるやんそれかそれ大丈夫やと思いますわそんなやねほらピッと冬吹きはった感じでねプロデューサーがその中島銀平さん言うてね当時ね『商点』いう番組あるやんそのタイトルつきはったしちゃうすごい

それでも三人クーっと半分で眠々眠たい眠たいとりあえず眠たいたまだもう一分あるやないかとね、しまい怒る今眠たいきりきり張ってんな何考えとんねん三人ちゃんと反省せえだらだらしてほとんど寝とじゃないかえどないしてるそれお前らにンバーワンてると思うんダイレクトに怒ってますね。 それでも3人、ポカーンとしてね、うん、3んの姉さんの3人合わせて、あれのあれやのにな、もう本当に仕返せいと、ものすごく怒られてね、えー、3人がね、怒られねえや、はいや。ほんで、まあ、日本土料あるわね、ほんで、しばらくして、日にちがたって、はい、その有名なプロデューサー、パーパッとキャハンって、私に、なあ、もうすぐ顔、もうすぐご機嫌、ね、はい、その前にさんまちゃんがラジオで、このプロデューサーにこんなこと言われたと。はい ね何考えとんのお前らしっかりせんかいエピソードとしてことをね悪口っぽく言うたと僕のこと言うてくれたんやどうもあサンマが僕のこと嬉しいんや悪口っぽかったの嬉しいんう僕のこと言うてくれて嬉しかったと言わはんのえサンマさんに悪口言われたら嬉しいと思わせるだけのやっちゃえやっちゃえってどやさんまにもうえ ほんでそれまああのまあギャラのことはあれやけどねその目方でどうにあってんのとちょっと前ぐらいにあとぐらいかなあ前ぐらいですのちょうどまたあの「花の駐在さん」いう番組があってねああありましたねあったでしょあれがねほとんどサんちゃんが主役やねんはいコメディですよね NG やナンバーカーで1時間ぐらいの番組ほん私らもうレギュラーやってはい 食ほらね男の人ってすごいなと思うのはね私らは毎週ねまあドーンとんか面白いことあったらええっていうタイプやけどさんまちゃんが一生懸命やってもうさんまちゃんファンがすごく出てきたんやドッとさんまちゃんがね「姉さんちょっと悩みが何もないけどどん話したい言うて「もう僕な東京行こうと思ってまんねあの これあのそれちょっと悩みをね悩みを会社の方に言うたんですわかった倍にしたるかなってやったやん倍って姉さん倍言うてもあれのあれですほんまにねすぐ数えられる数値やねねほんまかいさ倍言うてもそれです言うた後にね東京行ってドーンと咲いたね 東京に行くべきだったわけですね。はい。ちょっとね、あの、金額ちょっと言いづらいけどね。はい。もっと安いね。倍や言うと。倍に弱いの、私らのこ。そうですね。倍、倍はやっても、元が少なかったらね。で、バーンといって。で。大成功やん。もう倍どころじゃない、何十倍。で、昨日もなんかやってたでしょう。ん。あの。tbs で。え昨日。大竹しのさんが出張ったやつ。 歳あれちょっと私そうでしょようみなかったけど「へえ私のマンデーはんや」と思ってあの2人はねもっそあねドラマで共演した時から結婚の時もお知らせはいただいてほんでお祝いさせてもらったんよ「よかった」「サメちゃん渡したんや」「姉さん」「へえ」って言うてほんでしばらくしたらね大竹さんからね今。 「ありがとうございました。これから二人幸せになります。今後ともどうぞよろしくお願いします」いう手紙が来たんやこれはまあねこの間の電子台でちょっと言いましたけど「いやよかったナイスカップルやんかいさんで別れたんだ私言うたねえええ人やとか悪い人がそれ関係おまへんねんってピキャッて言わってね「せーけどあんたいい人やったんちゃうの?」でまああの 40年なこうなるけどもはいあんで草間ちゃんはすごいわ最近見たらもうっとあんた落ち着いたやんか落ち着いてます口数は減ってへんね減ってないですあと言ってるなんとなくな人をねあの村上君とかグループね松尾君とかあのグループをさあんで神べちゃんしょっちゅう怒れたはんやなそうですねそのようにお見受けしておりますはいそれで優しい眼差しが見えてきたとなるほどほんでまたその 車の中の話やけどね姉さんこれからのこと話しだしたいよサさおちゃんがね姉さんこれからどないしもあんねんってまたまた郁恵ちゃんがおった時はねどないしどないすんねんってやっぱ一生懸命働くだけやと思うけどチャイマンがなその貯めたお金をまだそんな人のこと気になるのかいさ心配し時にはい 貯金の話をしたあれがまた数十年経ったらまた車の中車のどないしもあんねんどないしもんねんであんたさんまちゃんはエアワンかいさんだななんかいろんなもんこうたりな私は一生懸命生きてんねんさかいなまたそれはそんあの考えてへんねんけどって言うてまた原因でガーッときたいし考えなきまへんねえ使えってことですかあれかやこれかやその心配してくれてんじゃね あんたと違う私あんたそんな、うん、そんな持ってへんてあんなさんまちゃんこそ素やわいさあんたこそどないすんねってこう言うたよね <laughs>、はい、これね綺麗にそっと言うたね、はい、イマルがお織り漫画だったいやー、うん、ね、うん、えらいお父さんやなって言うたよ私しびれましたよ、うん、であのこの間ねあの 芝居を見たんです私サンマちゃんのマネージャーと一緒にはい、はい、ほぼ7人やったいけない、はいうん、あ,ありましたありましたありましたでしょ、はいはい、あれを見に行って、はい、ラストシーンがめちゃめちゃかっこよかったよね、はい、もうそのラストサンマちゃん、はい、バーッとなってそのた立ち方といいね、はい かっこええな鳥肌立つですごいなさんまちゃんあれはめちゃめちゃかっこええわいや姉さん何度もいましたよいや違うあれはねほんまにかっこバレてますやん何でも褒めるのデカプリオねデカプリオ三人足しても勝ちやわデカプリオ3人足してもさんまちゃんの勝ちやん。すげえなあのポーズはかっこよかったそれますますねこれから長い付き合いできそうやなと思ってねまたまだね なんか達者、ほんで喋りが全くスピード感。はあ。押してんやんね。はあ、お前さんまさんとくるよっしょうのラジオとかも聞いてみたいですけどね。もう懐かしい話ばっかりしてるん,んちゃうのか。いや。で、観察力すごい、いすごいやろ、ブラジャーはほら、うん、肩結びしてるとか、みんな知ったかにゃ。<laughs> どんなうなん。そうなんですか。<laughs> そんな。一部知っいやした。あの時のお二人、お互いに忙しい時を知っている人の、うん。うん 懐かしい話とかもやっぱ聞きたいけどな。そうや今日はまた機会があればね。なんかその出会った瞬間からね。のことを言いたいね。ねこれからのメンバー、あの人命辞典にね。ね出て登場していただく方ははい。うん、さあ、今回はクリオのスター人名辞典、はい、登録されたのはアカシアさん、まさんでございます。はい、さあ、来週はどなたが登録されるのか、こちらも気になります。はい、以上、クリオのスター人名辞典でした。